みんな協力して。了解だ、ミカサ。エレン。思い出した。これはアルミ。アルミも記憶が戻ったんでしょう。エレンが私たちに会いに来ていた時の。傘がもたらした選択の結果が巨人の力をこの世から消し去ることになるって。思い出したぞ、律儀なクソバカ野郎め。エレン、お前ってやつは。エレンがよ、母ちゃんも人に戻るって言ってたんだ。あいつが私たちに長生きしろって。あんたは余計なお世話なんだよ、死に急ぎ野郎。そう、私もお話したかったな。